ミス,ミ,ススミ,ミスター・レディ・ミスター・マダム・さんウェディング・ベルは1985年のフランス・イタリア合作のコメディ映画。監督はジョルジュ・ロート・ネル。出演はミシェル・セローとウーゴ・トニャッツなど。ジャンポ・アレの舞台劇、ラカージュ・オフォールを原作とした1978年の映画ミスター・レディ・ミスター・マダムのシリーズ第3弾。ストーリーは映画オリジナル。 ウェディングベル、ミスター・レディ・ミスター・マダムさんと表記されることもある。レナートとアルバンは熟年のゲイカップル。ある日、スコットランドに住むアルバンのお場が亡くなり、莫大な遺産が手に入ることになる。しかし、相続の条件はアルバンが18ヶ月以内に着手を設けるということ。それが叶わない場合、遺産は重低のモーティマーのものとなる。クラブの経営が思わしくないレナートは、 遺産を得るために一計を案じ、アルバンを男として訓練し、仮の結婚をさせようとする。そんなレナートに失望したアルバンは家を出て行く。ありがとうございます。